サー・ジェームズ・ダイソンは、イギリス・イングランドのプロダクトデザイナー。ダイソン社の創業者として、また紙パック不要のデュアルサイクロン掃除機の発明のとして、とりわけ著名である。車輪の代わりにボールを用いた猫車の発明のでも、ある。1965年から1966年まで、セントラル・セント・マーチンズで、ファインアートを学び、 1968年から1970年まで英国王立美術大学で家具とインテリアのデザインを学び、その後は工学に転校。ダイソンの純益は優に1億ポンドを超すと言われている。母校である英国王立美術大学の学長を務めている。また、多摩美術大学美術学部生産デザイン学科のプロダクトデザイン専攻客員教授も務めている。 ダイソンは、そもそも1970年代後半には、掃除機の急ゴミ力が低下してしまわないように、1886年にアメリカのモースによって発明されたサイクロンを使うことを発想していたという。1983年には、g ーース型サイクロン掃除機の試作品を、諸説あるが、2000台から5000台は製作したと伝えられている。英国内にて、 ダイソンのアイデアに基づく製品の製造流通を行おうという業者がいなかったため、ダイソンは日本において明るいピンク色の G ーホース型サイクロン掃除機をカタログ販売によって2000ポンド相当で発売した。1986年には米国で特許を取得している。ダイソンは主要なメーカーにこの発明が売れなかったため自前の製造工場を持つことにした。 大孫社の英国市場における突破口はテレビコマーシャルにおいて他社と違って紙パックの買い替えが不要であることを訴え続けたことによる当時イギリス市場で使い捨ての紙パックは1億ポンド相当が出回っていた紙パックよ、さようならというスローガンはそれまでの大孫社のテクノロジーがもたらした吸引力が低下しないことを強調する販売戦略よりも顧客に ずっと魅力的に響いたのである。最初の家庭用真空掃除機は、布袋などのフィルターでゴミをこす方式から始まった。しかしゴミ捨ては、憂鬱な作業で、手が汚れるだけでなく、固定から大量のホコリが舞うという不潔な作業であった。ところが紙パック式掃除機が発明されるや、いなや、ゴミ捨ては、格段に清潔な作業となり、ゴミの溜まった紙パックを捨てるだけで済むようになった。 このため、紙パック式は急速に普及したが、安価な紙パックでも捨てるのが惜しいという、庶民の心理的な要因を生み出すことになった。紙パック不要を掲げたダイソンの掃除機が比較的高価であったにもかかわらず、庶民に受け入れられたのは、このような心理的要因があったためであることは、言うまでもない。ダイソン社のこの成功に影響されて、他の主要なメーカーも、 紙パックが不要な真空掃除機を再び売り出すようになった。しかし、このような先祖返りとも言える掃除機は、ダイソンの掃除機も含めて、昔ほどではない二世横見捨ての木には、多少の埃りが舞い、定期的なフィルターのメンテナンスが必要になり、かつ、一般に紙パック式掃除機よりも高価になったことは、皮肉である。なお、ダイソンは、フーバー UK を特許侵害によって告訴し、 約500万ドルの賠償金を獲得している。2005年にダイソン社はダイソンが以前開発したボール式猫車の発明を元に車輪代わりのボールを掃除機に取り付けるようになった。これは人間工学的な観点からもいくつかの配慮が加えられている。2002年にダイソンはオランダの画家エッシャーのリトグラフに描かれた騙し絵を現実にしようと構想した。 土木騎士のデレック・フィリップスは、一年間の作業の後、この任務を守備よく成就し、正方形の四辺に沿って、下から上に逆流する滝状のウォータースカルプチャーを作り出した。この作品は、誤ったニワロングガーデンと名付けられ、2003年春に、チェルシー花の展覧会に展示された。ありがとうございます。